リスタル製、インク壺、ラバーグ、1900年頃。クリスタリーバカラがデザインしたこのインク壺は金メッキブロンズで飾られたクリスタルを成形し再加工したものです。クリスタルは波をくり抜いた形をしており、その頂点には金メッキを施したブロンズの人魚が鎮座している。ルイ15世の時代に設立されたフランスのクリスタルメーカー、バカラは19世紀を通じて万国博覧会でその卓越性を示しました。2つのインクタンクは渦巻く海藻に囲まれた貝殻と釣りかごの形をしており、海洋のテーマに完全に合致しています。このアール・ヌーボーの傑作は、1909年にナンシーで開催されたフランス国際博覧会に出品された。北斎の神奈川沖浪裏など、日本美術が西洋の芸術家たちに与えた影響を物語っている。ポール・オーベが1898年に制作したインク壺、ラソースは、11年後のラバーグのインスピレーションとなった。後者は極東美術の影響をより色濃く示している。ラバーグインクウェルは1900年の万国博覧会でバカラが発表した崇高なクリスタルの鍋の製作に由来しています。